こんにちは、ネモレスパープルアプリやっていきます。今回は大量にお知らせが来たのと、この来たれパープル部員男性イベキャラ券ありがとう25周年無料ガチャいきたいと思います。で、大量にお知らせが来ましたねと。で、今ようやく大阪のホテルにチェックインしまして、今日京セラドームで野球してきます。すげえ楽しみですという話と、こちらも楽しみなキャンペーンがやってまいりましたねと。で、ありがとう来たれパープル部員キャンペーンということで、25周年の部員無料ガチャですね。さっきの男性編そして女性編の無料 SR ガチャができますよというのが来ておりますと。で、これが2回実施、お一人様1回限りの無料単発ガチャで、第1回の開催は特定の男性52キャラから SR 以上のイベキャラが1枚出現、2回目は女性40キャラから1枚出現、25周年の特別な新シーズンをみんなでお祝いしようということで、豪華な無料ガチャが2回来ておりますねという感じです。で、このイベキャラについてはザザザザザッと全員読み上げるとしつこすぎるのでざっくり見ていきますが、結構常設の有能キャラも多く入っているかなというふうに思います。で、僕はこの中だったらザクッと言えば大田ぐらいかな、欲しいの大田、怒り進む、カンバチは50だったかな。あとは鈴木とかね、クロエとかも欲しいですね。この辺が入ってきてくれるといいなという感じはしております。で、女性編の時は女性編が来た時にまた見ていけばいいのかなというふうに思うので、今のところはいいのかな。女性も40キャラか、特定キャラザクッと言うと、まあレイリーとかが当たった方は当たりなんじゃないでしょうか。で、まあナッチとかね、まだ PSR の解放、まあ PSR がそもそもいないので、まあその辺が当たってくれるといいのかなという感じはします。はい。そしてサクセスをプレイすると初回のみ天才確定ということで、これ撮ってる時間がまあ一発だったらあるか、一発だったらなんとか時間あるので撮って、まあ土曜日に上げられたらいいかなというふうに思っております。まあこれ何しようかな、今回ちょっとこのタイミングで来ると思ってなかったんで、週明けの月曜とか火曜かなというふうに勝手に思っていたので、まあ、まあこのタイミングかというのが正直な印象ですね。ただ、これをしっかりとやって、で、大阪の交流会もあるんで、その野球だけじゃなくて交流会もあるんで、それまでに終わらせないと、交流会で天才サクセスをすることになるので、一発目の、こう、交流会の項目でね、もう全く関係ないところで天才使うことになるんで、まあ、そこは、しっかりとね、なんかでも、天才を使うと有利になるパターンにすればいいのかな。なんかその、演目も、まあ決めてはあるんですけど、なんかこう、これが来たことによってちょっと変えてもいいのかな、というふうにも思ってます。まあなんか、いろんなことを考えつつ、交流会もやれたらいいかなと思っております。めちゃめちゃ楽しみです。で、1次会はもう人数切った方がいいかなと思ってるんですけど、2次会に関しては、入れていいのかな、どうなんだろう、お店が確認いるか。結構もう40人ぐらいになって、いて、で、まあ、これ以上募集するとやべえなと思って、今その募集活動的なものはやめてます。ただなんかキャパ多分60くらいいけるんじゃないかな、立席だったら、わかんねえ、着座だと多分40くらいで限界かもしれないけど、まあ、多分、まあ、なんか興味ある方は大阪にお住まい、もしくは大阪周辺、そして大阪以外だけど来たいみたいな方がいれば、一応声かけていただければ確認はします。はい。ということと、これノーマルガチャから PN 以上のイベキャラ確定出現、これめっちゃ大事ですね。これ多分また別動画で撮るかなというふうに思ってますが、サブアカの方ですね、これをしっかりやりたいなぁ。もうずっと回してるかもしれません。なんでボックスもしっかりと拡張したので、まあ、ここで恩恵を生かせるようにね、 PN 牧場をしていきたいなというふうに思ってます。で、 PN に関しては後で10連したら一発で何が起きてるかわかるので、10連したいと思いますという話と、あとはスタジアムで獲得できるメダルが増量しましたと。で、この増量期間にサバカまた増やしておかないと、なかなかこう天才届とか SR ガチャ券とか毎月交換してると、まあ、かなりこうメダル不足に陥っていくので、
まあ、それはやっときたいかなという感じはします。あとはなんかそのサバカも今回ガチャガーッと引いてある程度こう上限解放がね進んで、まあ、上限解放ボーナスかもう漏れるようになってきたので、ちょっとこの辺でもしかしたらもうスタジアム8位のリーグ残留ができるかもしれないなというふうに思っています。なのでまあその辺はね大事にいけたらいいかなと、まあちょっとこのスタジアムのメダルを稼ぎがてらにねやれたらいいのかななんて思っております。そして並木のボックスキャンペーン大丈夫のメス99個使い放題ということで、まあ面白いものが来ましたねと、大丈夫の博士のメス99個キャンペーンがやってまいりますと。で、まあ、期間が4日ぐらいか。まあどうなんでしょうね。大丈夫の成功手形が大量に余ってる人にはチャンスなのかなという感じはします。そうでない方にとっては、まあ、体力回復をするぐらい。あとは招き猫と一緒に持ち込んで、まあそれだけだよな。なかなか難しいんじゃないかな。これでパワーアップ厳選するっていうのは、まあ、なかなか難しいのかなというふうに個人的には思っておりますという話と、あとはまあもろもろあるんですが、まあガチャを引いて行こうというところですね。はい。さあ頼もう。オーダーが引っこ抜けたらマジで勝ち。神宮寺だ。神宮寺はすでに50なので、まあ嬉しくはないか、さすがに嬉しくはないという感じですね。あとはこの PN ガチャがねサクサクサクって言ってこう、こういう形で10連すると全て、おお安定した、大取るか。おお安定した。シゲの太鼓。こういう形で全て PN で出てきます。で、これをしっかりと条件解放をババババババッと進めていくと、結局その R の解放が進んでいって、それがプラゴを何枚も作れると、結局 PR が、まあプラゴ、そして SR の条件解放が1、そして2進むみたいなことができたりします。その辺は詳しくまた別の動画で解説して出していければいいかなと思っているので、そちらを見ていただければいいかなというふうに思います。で、PN 牧場に関しては無課金の方は特に非常に大事かなと思います。まあ、これをやっておくことでやはり SR の上限解放が1もしくは2進むだけでだいぶこうサクセスの幅っていうのが変わってくるのかなというふうには思っているので、ぜひぜひこれはやっていただきたいというところかなというふうに思います。で、本赤の方は僕はもう まるで無理なので800万メダルとかあるので、まあ、これはもう消化する気も起きないので、これ1600万、2000なんですよ。10連するのに。で、10連するのに2000なんで、もう何回回すんだっていう話になるんですよね。800万もあると。なので、今のところは、まあ、ステイなのかなという感じはします。僕の方はもうこの辺の PN ガチャとかすら余っているので、まあ、この辺も消化しないといけないなと思いつつ、なかなかこう重い腰も上がらないので、視聴者さんの方でね僕と会う機会がある方で、わかりましたネオさん PN 牧場全部やりますわっていう方がいれば、ぜひぜひコメント欄で書いといてください。まあ多分いないと思いますね、これはさすがに。はい、というぐらいかな。あとはガチャの更新は特になくっていうところなので、改めて何かないよね。まあ、天才確定だけか。あとはミックスとのコラボイベキャラ公開、あこんなん来るんだ。そのコラボが来るっていうのは知ってたんですけど、もうすでにキャラの立ち絵が来てるみたいですね。で、4月6日からミックスが始まって、そこでのコラボキャラがこれ強いかな、どうやろうなというところですね。血はつながらない双子の兄弟。なるほど。いや、これも楽しみですね。どうなるんだろうな。まあ、北斗クラブもある程度楽しみましたけど、やっぱりミックスの方もね、こう王道野球漫画として登場してくるわけなので、まあ、この辺はかなり楽しみにやっていけたらいいかなというところと、
あとまあ天才覚醒ですよね。天才確定サクセスをどこでやるかっていう感じと、まあ何をやるかっていうのが非常に悩ましいところかなと思ってます。で結局そのまあエビルは今日 PG サクセスを上げさせていただいて、自分の中でああもう波風デッキに関しては一回結果を出したので、まああとはよりね今日出した動画より凄まじいいい流れのサクセスがもう一個取れてるんで、まあその二つでいいかなと思ってます。なのでまあどこでやろうかな、まあマントルの野手とかをやろうかな、もしくは全力をやろうかなとかいろんなことを考えてます。でまあその辺は皆さんはどの辺の方向をされるのかななんてのをコメント欄で見ながらも、ちょっと時間のこう塩梅を見ながらも、やっていけたらいいかなと。マントルが楽しそうなんだもんな。なんかもうエビルはもう自分の中でこうやりきった感があって、マントルに関しては確かにイベント完走ができなかったっていうのはあるんだけど、まだねこうPG 選手っていうのを出し切れてないので、まあ、そこら辺はやっていきたいかなというふうには思ってますね。それくらいかな、でも。あとはまあ、円卓強化とか来れば、また話変わってくるので、まあ、円卓強化でね、天才センスでやっぱり PG2、この辺を狙っていけたら面白いのかな、なんて思ってたりしますけど、まあ、もうちょっとキャラとかね、高校のインフレが進んでから狙う感じでもいいのかなと思いつつも、こういろんなことを考えつつ日々パワープロをして今日はリアル野球をしていきます。でその様子も皆さんにお届けできるかな、ちょっとどれくらいのお届けができるかわかんないんですけど、まあ、何かしらの形はお届けできるようにはしていきますので、行ってまいりますということで、今回の動画は締めさせていただきます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価をお待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。